うとか、杉さんありがとうとか、なんでもいいんで。はい、いきますよ。いきますよ、元気よくね。せーの、ジャーマンさんがやってきたー。杉さん、ありがとう。13番目の開催地が埼玉県です。で、おそらく今まで一番参加者が多いになりました。本当にありがとうございます。さて、最初にね、今日は石斧を作りに来たと思っていると思いますけども、最初にこの紙芝居を見てもらいます。なぜ紙芝居を見るかというと、皆さんの、ね、目の前に杉さんが寝ています。この杉さん、ね、ただの丸太、ただの木ではありません。去年の夏、愛知県という、日本の大体中心にある、ね、山の中で生きていました、ね、その生きている木を私たちは子供たちと一緒に石斧を作って、その命をいただきました。その時私たちはこの杉さんに約束したことがあります、ね、参加したメンバーで。そして杉さんから私たちにメッセージがあります、ね、杉さんからのメッセージ、ね、そのことを今日参加する皆さんに伝えてやらなければ杉さんは、ね、泣いてしまいます、ね、怒ってしまいますよね。だって何にも杉さんと約束をしたことを知らないで石斧作ってトントンでできないですからね、まあ、今日はそのことを伝えたいと思います。そしてあと一つ、皆さんは人間ですよね。この地球上、大きな大きな地球にたくさんの生き物が生きています。その中で道具を作って物を作る生き物は人間だけだと思う人。道具というものを作って、ね、ただ落ちている棒とか石ころを使う生き物もいます。でもそれを工夫して道具を作って、たくさんのいろんなものを作る、暮らしに役立てるものを作るというのは人間だけだと思う人。そうですね、唯一人間だけです。はい、人間の皆さん、なぜ道具を作って物を作っているんですか。縄文さんがやってきたみんなの船、始まります。よろしくお願いします。頑張るぞ、頑張るぞ。はい、そのゲームですね。この太いでこれ分かる、この後が もうちょっとだね、もうちょっと頑張ればしっかりと取れます。ここ、まあ、極端に大根歯がついた。あ、ここはいいぞ。ここはすごい歯がついた。頑張ったね。歯触ってるな、これ。やばい、切れるって感じするぞ。これだ、これ。こういうの。だって一生の木生きるだけでも大変なんだもん。しかもさ、嵐がなければいけると思うよ、一人で。食べ物ね、一人の方が全部食べ物にしてね、行くんだよ。一人でね、釣りとかしてね、ここでね、なんかヒーターとかでやるんじゃないの。大嵐とかがなければ。あと、この船が腐らなければね。一人の方が全部さ、食料だったらさ、いけるんじゃない。食料とか荷物とか、この中で寝たり。多分いけないな。水。
途中で途中の国で泊まって買ったりしないとね、仕事したりとか。でねね、このボートで日本一周してみたら、日本の周り一周するのにさ、何日かかるかな。あ、多分さ、何日？ 2、3日じゃねえ、多分。多分3日じゃかかるの。え？人数もかかるか？かかってなかったよね。かかるよ、だって日本1個が何？かかないの。だってさ、だってカオリの授業でさ、あのさ、地球一周人間さ、3年くらいじゃん？歩いて。まあ、それなら2、3日かって。このくらいで行けるんじゃないのかな？2本でもさ、ボートってさ、ボートって何キロ出せる？大体人間と同じだからさ、本つければもっと早く行く。2週間とか1週間くらいじゃない？ホーつけたらさ、チェックだけど、チェックは1週間か2週間くらいは早く行ける。で、80日か。あとね、2、3人人が乗ってて、焦げたらもっと早いかもしれない。ここに何かついて寝ればいい。うん、そうだよ。寝泊まりしてだよ。10日くらいじゃないの？いいかもしれない。20日くらいじゃないの？20日くらい、ちょうど1ヶ月くらいで行けるんじゃない？80日間で行けるんじゃないの？何年くらい持つかな。未来の過去を追ってまだ船未完成だから。挨拶してからやりますね。はい、じゃあ杉さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これが一番大切ですからね。みんなが持ってるのは刃物だと思ってもらわないと困るんです。ただの石ころじゃないっていうことです、ね、髪が切れるぐらいの尖ってる鋭い、ね、石ころだっていうことね。スナップ力気に入った。楽しかった。そっかさんがやってきた埼玉。本当に本当にウォーターパーク長太郎さんにはお世話になりました。至れり尽くせりも本当にしていただいて、ご参加もしていただいて、納豆まで買ってきていただいて本当にありがとうございました。過去最高の参加者となった埼玉体験教室、本当に私自身もいい勉強になりました。これから、たくさんの子どもたちに参加してもらう中で気を引き締めて安全第一でやる、そういうところを学ばせていただきました。子どもたちが本当に元気よく毎回参加してくれるこのパワーをまた山梨でも生かして、東京で3分の1になりますけども、西日本のクラウドファンディングも皆さんのお力でぜひとも成功を願いたいと願っています。これから山梨
いよいよ地元、山梨に向かっていきます。本当にこれここまで、ありがとうございました。これからも頑張っていきます。